前なんだっけ、マルチウィンドウのアプリ使ってスマホに分割して、上がシンプルノートのアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信でもやってます。奇跡のレースに行くぞ、長距離。世界選手権マラソン2連覇のアベル・キルイをはじめ、多くのメダリストを育てた世界的コーチレナート・カノーバ74歳が、日本の中学生に1週間の特別レッスン。最終日には東京都中学校駅伝大会に挑戦。どんな結果が待っているのでしょうか。特別レッスンを受けたのは東京都八王子市の公立中学校の駅伝チーム。実力は平均より少し上ぐらい。頑張っているがなかなか成績が伸びないのが悩み、そんなチームを訪ねて世界的なコーチがやってきた。マラソン界の魔術師と呼ばれるレナート・カノーバさんです。君たちの記録は2つのことの結果で表れ、その1つは才能。でももっと大事なのはトレーニングのやり方。本格的なトレーニングは苦しいが、苦しみが大きいほど大きな達成感が得られる。レッスン1日目、練習メニュー、1000メートルを3本。3000メートルの自己ベストを3で割ったタイムで走ること。普段は1本ずつ全力で走る練習を繰り返している。トレーニングでは常に1日の練習量を頭に入れておくこと。最後まで力を使えるよう考えて走らなきゃダメだ。3000メートルを最も速く走るためには、自分の持っている体力を使い切らなければいけない。そのためには自分の最適なペースを見つけることが大切。その速さで練習を重ねていけば、もっと長い距離も走れるようになる。レッスン疲労回復のため芝生での練習。フォームが崩れやすい下りを走らせ、走りをチェック。かかとで着地しないとブレーキがかかるから、つま先で走るんだ。レッスン5日目、レッスン中繰り返し行われたのが、短い距離を速く走る練習。練習メニュー、傾斜7度60メートルの坂道を全力で10本。マラソンは体の中の全ての力を使い切って戦う競技。ハードなスピードレースを行って速筋を鍛える必要がある。レナート・カノーバさんは元イタリア陸上連盟コーチ。54歳からケニアで指導を行ってきました。これまでのヨーロッパとアフリカでの指導の様子について、カノーバさんは次のように話します。20キロ1時間以内で走れと指示する、したとする。1キロ3分のペース。そのペースでは最後まで走れないため、ヨーロッパの選手は少しペースを落として走ろうと考える。1キロ3分10から20秒で1時間走る。しかしアフリカの選手は1キロ3分を守り40分で止まるが、気にしない。スピードの方が重要だと思うから。驚いたことに、アフリカの選手のような練習を10回繰り返すと1キロ3分で1時間走れるようになる。ペースを落として練習してもできるようにはならない。この経験をもとにスピードを重視した新たな練習方法を確立し、その後オリンピック、世界選手権などで48個のメダルを獲得。カノーバさんはマラソン界の魔術師と呼ばれるように、速くなりたければ速く走らなければならない。速いスピードの練習はとても辛いもの。でも苦しさに慣れることができれば、苦しみとともに前に進めるようになる。レッスン6日目、駅伝大会の選手発表。レースを怖がらず、頭の中で苦しみを楽しむ覚悟を決めよう。苦しみに向き合えば自分の力を知ることができる。それに打ち勝つことで強くなることができる。だから自分から苦しみを求めよう。結果はその後についてくる。レッスン最終日、東京都中学校駅伝競技大会。女子参加115チーム、距離12キロ、5区間、目標20位以内。結果、前年55位が15位に、49分36秒が46分22秒。みんな上出来でよくやって、本当に素晴らしかった。仲間との連帯感を持ってチームのために全力を尽くす。それは非常に価値のあること。これからの人生にも生かしていってほしい。苦しみが次に進む一歩になる。世界的コーチの経験に裏打ちされた指導と、その言葉を信じ、素直に従う子供たち。結果は見事なものでした。